ま寿司期限切れネタを認めて謝罪。ひらいじゃ、昨日の毎日新聞のニュースを見てますと、はま寿司の従業員3人が文春に期限切れのネタを使いまくってると暴露された事件の続報が載ってまして、大手回転寿司チェーンはま寿司が7日郡山包み店で数年前から本来社内ルールで廃棄すべきだった使用期限が切れた一部魚や果物を複数回使っていたと認めた。あれ、前回内部調査で確認できませんでしたってフルスイングでごまかしてたよな。で、お店側は期限が切れた翌日に使うことがあったとし、多少の超過なら安全上問題はないと考え、提供する食材の一部で使用期限のラベルを貼り替えていたという。マキマジック、それってあなたのさじ加減ですよね。しかも言い訳がましいのが、使用期限は解凍した食材などに対し元の食材の消費期限を超えない範囲で設けていた、健康被害の報告はないと説明している。健康被害本当になかったのかな。ただここからの記事がひどいのよ。これを受けて会社側が店舗の従業員に聞き取りしたところ、数年前から使用期限切れの食材のラベルなどを貼り替えるなどして使っていたことが判明したという。社員の店長は貼り替えを知らず、もう一度言うよ、社員の店長は貼り替えを知らず指示も出していなかったとしている。そう、あくまでもアルバイト等の意思でラベルを貼り替え、会社側は聞いていなく指示はしていないと主張。それってバイトテロじゃね。それともアルバイト従業員が会社のことを切実に考えて己の意思で古い寿司ネタを使い回しコスパを上げてたのか。なわけあるか。それは会社の仕事であって従業員に何のメリットもない。なぜ会社は逃げるのか、全く誠意が感じられない。そのくせ公式ホームページに謝罪文も出してて、当社の運営そのものにも問題があると受け止めている。真摯に反省し改善に向けた対策を講じる。田中たー、まあ、改善に期待しようとはならない。もちろんネットでもヤフコメンどもも大炎上してて、社員の店長は知らなかったとわざわざ書いてるのはアルバイト店員が勝手にやったことだと言いたいのだろうか。とか、店長は知らなかったで済まないでしょ。上からの指示なくバイト自らリスク承知で利益を重視するわけがない。その通り、こんな稚拙な謝罪と説明でお客さんが納得するわけがない。そして我思うに飲食なんでしょ。忘れてない？美味しいものを提供するのが飲食店のお仕事なのに、いくら安全であれ鮮度の落ちたものであれ味が落ちてる食材を提供する、そのスタンスが気に食わん。なんだアホみたいに醤油が多くて喜んでた自分が恥ずかしいわ。カリッカリのポテト食べてて、これ揚げてからだいぶ経ってね、でもおいちいって思ってた私は恥ずかしい。そう、私は味音痴の豚だ。ブー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 ブヒ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 のブヒポテトおいちいブー。これで気が済んだか。我らを回転寿司しか通えない底辺だと思ってバカにしやがって、この誇り高きヘライザー様が豚になってやったんだ。グダグダ責任逃れせず、はい、私の指示で期限切れ食材のリユースやっちゃいましたって認めろよ豚め。ちょっとはま寿司好きだったのがなんかがっかりって方。